ジャーナリストで森健と申します。今日その小倉正夫さんのお話をこれからするんですけど、なぜ彼のことを扱うことになったかって、ちょっとそこからすいません、話をさせていただこうかなと思ってます。ちょうど今年10年経ちましたけど、東日本大震災がありましたよね。あの震災の時に、そのいろんな方が寄付をしたり、そのいろんな活動をしたんですけど、飛び抜けてたのがヤマトグループだったんですね。宅急便1つについて10円、1個について10円の寄付をしますと。っていうのを震災の翌月だったかな、だったかに、当時の社長の木川誠さんという方がいらっしゃって、実行されたんですよね。なんと142億という恐ろしい額を出していて、ちなみに企業で多かったのって NTT グループの10億円とかですね、東芝の5億円、三菱商事でも1億円ぐらいなんですよ。だから飛び抜けてるんですよね。そんな額を出す企業普通なくて、でそれをもうすぐに決めたんだということを木川さんおっしゃっていて、でそれはなぜかというと、それがヤマトの DNA だっていうことをおっしゃってるんですよね。ですごく面白くて、で僕そこから小倉正夫さんってどんな人なんだろうと思って、そこから本を読み出したんですよ。面白いことに、その小倉さんが宅急便をなぜ開発したとか、それからその後に福祉財団を立てることとか、そういうことが書いてあるんだけれども、僕が知りたかったことが書いてなかったんですよ。数十億のお金を提供する、まあすごくそれはいいことだと思います、いいことだと思いますけれども、理由なくはあんまりしないと思うんですよね。それなんだろうと、でいくつかの本を見ても書いてなくて、いやなんとなくなんて言葉になってるんですよね。でそれを取材した人がもいて、それもわからないって書いてある。で僕はなんだろう、ちょっとこれは取材したら面白いかもしれないっていう